ちは。今日は家中の葉掃きの掃除をしていこうと思います。葉掃きというのは床と壁がぶつかる部分に設置されているこれのことで、掃除機などが当たった時にカビに傷や汚れがつくのを防いでくれています。ここはホコリが溜まりやすく、我が家の場合は白なのですぐ汚れが目立ってきてしまうんですけど、今日はここだけを重点的に掃除します。いきなり雑巾で拭いてしまうと壁カビにホコリが付着してしまうので、まずはブラシでホコリを落とします。以前は使い古しの歯ブラシを使っていたんですけど、それだと時間がかかるので、今回はセリアでこちらのブラシを買ってきました。ホコリを落としたら、薄めたオキシクリン液を染み込ませたタオルで拭いていきます。仕上げは水拭きです。これを繰り返していきます。はい、今回は家具も移動させられるものは動かして掃除しました。終わってみるとやっぱり部屋が明るくなったような気がします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。